佐藤屋さん、ショコレでございます。晴れてますね。ちょっと先に雑談からさせていただきますけれども、ただいまスーパーの開店を待っている状況です。この後買い物に行って帰りがブラドラとなるとは思うんですけれども、今日は5月の15日。昨日久々にテレビをつけましたね。まあインターネットニュースで夕方から安倍さん喋るよっていうのがあったから。今9時45分なんですけど、9時から空いてるかなと思ったらスーパーも時短営業で、10時からだったらしく、待ってます。いやーね、5月ってこんなに暑かったかっていうぐらいめちゃめちゃ暑くてね、もう、メッシュのキャップじゃない、こういうのはなんて言ったらいいんでしたっけ、ハーレーじゃなくてハンチング、メッシュのハンチングにユニクロ U のなんか T シャツですよ、コットンとエアリズムのやつで、まあグラミチのハーパン、白いソックスに、黒とソールが白のエアフォースワンという形ですね。自分自体はめちゃめちゃ快適な、もう夏仕様に切り替えて、パーカーをしまい、半袖のアロハシャツとかをいっぱい出して、夏だなという感覚になっている。一方で、この黒々しいですね、格好を見て通りすがる人、すれ違う人からしたら、もしかしたらあいつは暑苦しいなって思われるかもしれません。今日は夜更かしをしていまして、朝方になってお腹を空かせていて、まあ、やっちゃいけないかもしれないですけど、ご飯食べてすぐ寝てやろうっていう気持ちになっていたんですけど、前日の夜に、カップ麺が尽きたことを忘れていまして、食料がないということで久々の買い物に来ました。時系列で言うとね、夕方のニュース見てご飯食べて、ミニ四駆の最近アプリと、あとパワープロくんポケット的なパワープロっていう野球のゲーム、これ最近なんかやりだしたら止まらなくなっちゃってログインしたくなっている状況でやっていて、で、1時からだったよな確かな、ナイナイのオールナイトニッポン、もうナイナイって言っていいんだよね。おめでとうございます。おめでとう、うん、おめでとうございます。ナイナイのオールナイトニッポン、それを聞いて寝ようと思って、横になって最後漫画読もうと思って漫画読んでいたら、漫画からちょっとあこれいいかもなっていうアイデアを取りまして、パソコンのメモにちゃんと残しておこうと思って立ち上がってパソコンに座り、メモを書いていて、でそれがもうだいぶメモじゃなくなってきて、ちゃんと起承転結が書けるようになってからパワポに落とし込もうと思って、パワポに落とし込んでいるうちに6時7時となり、お腹空いたな、でもカップ麺ない、じゃあスーパー行っておこう、午前中の方がいいかなっていう状況で、だけどまだ時間がある、じゃあ洗濯物でも干してそれから行こうっていう流れで今ここにいます。いや全部話し切ったな、全部話し切ったけどまだ開かないな、どうしよう。あーじゃあちょっと前の話をしようかな。ちょっと前にですね、僕がこうステイホーム中にやっていること、今なお継続していることだったり、例えば部屋の模様替えをしたっていうようなことを、動画を何本になるか分かりませんけど、とりあえず撮りました。動画の本数的には多分3本、であと追加で 1,2 本ぐらいまだ撮ったやつを見てもないんで、3本は見ました。で毛羽取りをして、こっからかなっていうテンションの中ですね、それは多分もうちょっと後になると思います。ただ、それを撮っている間、編集作業しながら、僕はZoom 飲み会という、その飲み会ということをするお友達はいないので、Zoom 雑談という形でですね、まあ、基本的には仕事の話がメインで、Zoom しましょうよっていう昔の、同僚たちからの誘いをしていただいて、Zoom の参加を、ノートパソコンに任せて、僕はデスクトップの iMac で編集しながらその話を聞くみたいな形でね、させてもらったんですけど、今なおお勤めをずっとこうサラリーマン生活を送っているご友人の皆様方が、僕の知り得ない情報をねいくつかくれまして、まず、ゴールデンウィーク中からゴールデンウィーク明けて、まあその段階的な、自粛解除というところ、まあ、その当時その飲み会をした時はね、まだはい解除ねっていうお話にはならなかったんで、ただ予想では段階的に解除されていくでしょうというような中で、ゴールデンウィーク明けから朝の電車めちゃめちゃ混んでいると。で窓も全開、まあ、全開って言っても半分しか開かないんだけどとは言ってましたけど、で一人のね男の子が家族と一緒に住んでると。で両親が、いるから両親に感染をしないようにっていう、その、通勤スタイルのなんかそういうサイトで整髪料をつけるとそこにウイルスピタってくっついちゃうからっ
ていうことで、整髪料をつけずに通勤をするんだけど、その電車の中の窓が全部開いてるから、トンネルなりなんなり入って風がバーって来るときに、会社に着く頃にはもうライオンみたいな髪の毛になってるっていう風に言ってて、そこで僕は爆笑してしまいましたけど、いろいろと大変なんだなと思いました、一つ一つね。で、まあ実際にそのリモートになり、リモートの会議というか社内のミーティングみたいなものっていうのは、どれぐらいのテンション、モチベーション、準備時間で挑めばいいのっていうのを聞かれたんですよ。例えばさ、通勤するときってさ、わかんない、ごめんなさい、その人それぞれだと思いますけど、例えばじゃあ9時半に出社するって言ったら、8時半には起きて支度をして電車乗ってっていう人もいれば、朝ちょっとね、通勤に時間のかかる方は7時、8時、8時はちょっと遅いのか、そしたらまあまあ幾分か前に起きて支度をしてっていう風にするわけじゃないですか。で、まあ僕としては、ね、例えばじゃあ11時にビデオミーティングがあるよって言われたら、5分前に入るのは5分前に入るんだけど、基本的に、アラームは20分前から5分刻みでアラートをかけていると。で、最終的に起きるのは10分ぐらい前で、本当に起きたての、生絞りのおはようございますとかお疲れ様を届けてるよと、その会議する人たちにね、っていうことを言ったら全く参考にならんと言われましたね。でもそれぐらいのテンションでいいと思うんだけどなって言ったんですけど、やっぱり難しいんですね。その僕は全く気にしないけど、例えばじゃあパジャマ姿、スウェット姿でしてたら、お前今まで寝てたのか、実際にその人がさ仕事をしていたとしてもさ、お前寝てたのかよって確かに言われかねないなと思いまして、それも僕としては新たな発見になりましたね。特に女性だったらね、より大変ですからね。こっから上をちゃんと、髪長かったらね、ちゃんとしなきゃいけないかもしれないし、メイクもしなければいけないとかね、大変だなと、それはそれでね、思いました。さあ、そろそろ時間になりましたので行ってきたいと思います。で、今日は、そんなに2日、3日分ぐらい、てかまあ物を絞ってカップ麺だけとかっていう風にすれば1週間分ぐらいは買えると思うので、さらにね、今日暇な時間にスマホ確認してたら、あのペイペイ、普段全く使わないんですけど、なんでチャージしたのかも覚えてないぐらいのペイペイが、2000円弱残ってましたので、それで会計をしてこようと思うので、エコバッグとエコバッグスマホだけで行ってきたいと思います。大丈夫だよな。はい、それでは行ってきます。さあ、戻ってきましたけど、ものの15分ぐらい車を落ちただけなんですけども、入った瞬間にこのもわっとした暑さね。はい、で、あの久々にゆで卵生活をしようと思って卵を買いましたので、絶対に倒れてはいけないと思って買ったものは後ろに置きましたので、ちょっと何を買ったとかご説明は省かせていただきますが、これで買い物は終わりです。帰りたいと思います。ただいま10時半ですけど、ポツポツと、あのサラリーマンの方かな、あれはワイシャツ、スラックス、ビジネスバッグだからね、歩いてますね。これが時差出勤なのかな。ちょっと最後に、あの東京をはじめとする、まあ、都市郊外も含め、さらに大阪、名古屋、福岡とか、いわゆる都市部にお住まいの方で車生活をされている方へ、ここ最近僕が思う、ちょっとしたお話を心の隙間のどこかにあの留めておいていただきたいなと思うんですけど、言いたいことっていうのは、安全運転で注意して行きましょうっていうお話をしたくて、もちろん普段から安全運転をされている方も多いとは思いますけれども、罠には気をつけましょう。これが僕の言いたい本心ですね。罠っていう言い方もちょっと適切じゃないかもしれないですけど、あの僕の家からすぐのところにですね、ちょっとした小道があって、一時不停止の取り締まり場所なんですね。まあちょっと離れたところに大きい木があって、そこにはよく白バイの方が潜めています。たまに見かけるかなっていうぐらいで、まあ警察側も正義だし、生活者も正義だし、事故を防ぐ、危険な運転を防ぐ、注意するっていう意味で、何をとっても正義のぶつかり合いなんですけど、ここ連日毎日見ます。あの極端な話、地域住民はそこを使わないんですよ、そういう場所だから。で、歩行者というか生活環境においてもそこの道ってなかなか使わないよねっていうところなんで、本当にこっちに抜け道あるかなみたいな車が通るような場所なんで、まあ、スピードも出やすいし、一時不停止取り締まりには絶好の場所だと思うんですけど、警察も、株式会社みたいなもんですから、
それぞれ国民の税金で給与はもらってますけど、それにプラスしてお金は欲しいわけですよね。まあ昔ね、例えば経費で卓球台買って怒られた諸葛とかもありましたけど、その正義とお金というところはどうしてもリンクをしてしまう。そんな中で、都市部においてはゴールデンウィーク絶好の稼ぎ時なんですよ。で、僕もよく、まあ、この東京の車ナンバーで、大阪まで1年に2回ぐらい帰る時にも、大阪市街を走っていると、結構、まあ、このミニになってフォルムが可愛らしくなったんでないですけど、昔の車だとよく止められて、中を確認したいとかね、いろいろと他府県のところからお金を取りたい、そんな行為が見受けられました。で、まあゴールデンウィーク、普段車に乗るのが不慣れな方も交通量が増えますから、取り締まりの意味でも、警察は非常に増えますし、そのゴールデンウィーク結局言い方に、語弊がありますが、売り上げを取れなかったわけですよね、警察からしたら。で、まあこうやって一気に、いろんな県でね、自粛解除になるとみんな出かけ、交通量も増える。さらに、毎月々の売上という意味では検挙率を上げないと個々の能力が評価されずにね、給料も上がらないとか、そういうところから非常にやる気に満ちていると思います。どんなに安全運転をしていても、ちょっといいですかって声かけられて誰もいい気はしないと思うので、普段の安全運転に加え、その辺の注意を気をつけるとともにですね、もちろん、自転車、歩行者、バイク、いろんな方が増えますから、その点でもお気をつけいただければと思います。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。しょうこれでございました。また明日、ごきげんよう。バイバイ。